おはメロッチメロだよ。はい、ということで本日は久々にリュウちゃん、ヒメちゃんにドッキリをしていこうと思います。その名もてれーん、勝手にピアサーでピアスを開けたらどんな反応をするのか、イエーイって言っても実際本当に開けるわけではございません。マグネットピアスを用意いたしましたので、こちらをはめてガシャンってやった風に見せかけてピアス開けちゃったってみたいな感じでやっていこうと思います。本当はピアサーに実際マグピをセッティングしてガシャってやって、開けちゃったみたいにしたかったんだけど、いろいろ試行錯誤したんだけどマグネットの具合なのかな、あんまうまくいかなかったから、今回は絶対触ってほしくないから水を入れたコップをリュウヒメに持ってもらってアイマスクして、ちょっと今からあることするからっつってサクッてピアスつけてガシャンってしてチャンチャンみたいな作戦にいたします。ということで、もうちょっとしたらリュウヒメが帰ってくるので、一人ずつどんな感じの反応をするのか様子を見ていきたいと思います。おかえり。はい、もリュウちゃん、学校から帰ってきてね、遊びに行って水遊びして帰ってきたからちょっと髪の毛がそう乾かしてもらったの濡れております。じゃあちょっとね、今からね、あることをしたいんで、ママは、何をするかはちょっとお楽しみっていう感じ、ちょっと待っとって、ママのされるがママでおって、これ持って、こっちも持って、この水絶対こぼしたらあかんでな、絶対こぼさんといて、こぼさんといてよ、こぼさんといてよ、ずっとしとって、怖いね。いけますよ。せーの。待って、失敗した。ちょっと。もう一回。OK。あ、触ったらあかん、触ったらあかん、傷が広がってしまうので、ピアス開けてみました、イエーイ。あかんって、触ったら、おい、ちょっと触るだって言ったやん、え、なんで触るの。ピアス開けましたってしたかった。ちょっと触るなんて言ったやん。マグピしてピアス刺してピアス開けましたっていうドッキリをしたかったの。もう一人のターゲットが帰ってきた。失敗そうしてるしたいんやろうなって分かった。あ、多分これピアス開けましたドッキリしたいんやろうなって。もう一人にかけるわ、じゃあ。ありがとうございます、りゅうたろ様。あ、学校から帰ってきてね、りゅうちゃんも、うん、髪刺されまくった。じゃあちょっとサクッと終わるけど、はい、ちょっと今からママがいいよって言うまで、はい、絶対に動いたらあかんから。動いたら、動いたらもうじっとしとって。分かった、分かった。これは新品です。シャキーン、ぴょーん。こぼすなよ、こぼすなよ。何するかはこの後わかるんでお待ちください。てってれー、ピアスはしたんや。ピアス開けちゃいました。やっぱりな、今はな、片耳開いとる方がかっこええから。そう、どう、見て見て。あ、でも今傷触れるとあかん、絶対触ったらあかんよ。触るのは禁止やね。意外に痛くないもんやな。うん、どう、かっこいい、うん、気に入った。いや別に。いやだってさ、ピアスはすんのはさ、まあ別に好きにしてって感じやけど、別に勝手やけどさ、別に何の装飾もない普通のもんつけてさ、かっこいいって。なんで俺水持ったん。じゃあなんか動いてしまうと危ないから、動かんように持っただけ。
ただそれだけ。ピアスだって意外とチートがでやんねえな。あ、そうやで。もうサクッといけるんやで。あ、でもこれしばらく穴がちゃんと固定されるまでは触ったりとかしたりすると、それこそ傷がさ可能するとあかんで。俺風呂入りやんや。あ、風呂入ってはいいんやけど、うん、このままにしといて。あ、そういう感じなの。うん、ピアスだって針が入ってでガシャってするだけで、もうほんと一瞬で開くから。意外と一瞬やった。意外と一瞬やったやろ。なんかピアス開けるとか聞いとった時、一瞬でイエーみたいな感じやったやん、うん、意外と一瞬やろ。意外と一瞬や。うん、どう、かっこいいよ。ほら見せたって、親戚さんに。これ穴がさちゃんと完全にさ固定されたらさ、うん、これ今水色のこうキラキラのやつだけど、またあのちょっと違うかっこいいピアスとか輪っかとかいろいろできる。いや俺別にピアスいいんやけどそもそもの話ピアスさんに夢中いや、ちょっとこうやってさ、こっちに夢中になってくれへんかな。なんピアスさんに夢中なんかこっちの方が面白いなってまあこのシステムがシンプルやけど、あ、おもろいなって。うん、ここにセットしたら、うん、こいつがこうやってって上がった瞬間に、あーあー、そしたら こうなるっていう。へえ。これマジで穴開いてるもん。かっこいいね。磁石とかやったらめっちゃ面白いやん。それはめっちゃおもろいな。これ何って感じなんじゃん。お前で、うん、やらせただけはい、まあそんな感じで、はい、リュウちゃんピアスを開けてみたでした。え、こんだけうん、こんだけ。え、これだけのためにここまで待っとったん。うん、そう、以上ですだからすぐ終わるよって言ったやん。いや、ズミじゃなくてなんかさ、うん、そのなんか見せるんかなって思ってたからさ、うん、ただ姫と動画撮ったみたいし、うん、姫も開けたった。あ、そうなんや、うん、兄弟でかっこいいやろ。両耳開けるんじゃないよ。あ、とりあえず片耳どうせ開けるんなら両耳の方がいいやん。そうなん。え、じゃあもう一個開ける、そっちも。いや、いいけど別に。で、実際どうなん、これ開けたん。え、じゃあちょっと一回自分で確認してみて、確認してみて。どう？ん？なんか磁力な気がする。あ、これどうなんやろ。わからんな。まあいいや、別に。どっちにしろ真実を認めたくないから。どうやって撮るの？撮ってみて。てってれー！磁石でがピアス勝手に開けるわけないやん。でもあのママやで。いやいや、何を言っとんの。変な勘違いが起こるかな。騙された。うん、騙された。よかった。マジで時失敗した。え、取れ高ゼロ落としてしまった。ちょっとふわっとしたアルマジキ。はい、まあそんな感じでリュウちゃんは見事ね、はい、騙されてくれたので良かったです。はい、ということで、よかったらチャンネル登録と高評価やろうよ。バイバーイ。実際にピアスはするやつあるけど、ライン月食開けようか。いや大丈夫、開けたしかったら開けるよ。いやいや